大臣報道官の桜木です出口学長、青野社長からは学び直しの意義、重要性大学、専門学校、企業がどうするべきかなどについてお話を伺うとともに学び直しに年齢は関係なく今日この時が一番若い最新学習歴を語り合おうではないでしょうかといった社会人の皆様への熱いメッセージを送っていただきました。 どうもありがとうございましたそれではここからは具体的に文部科学省が社会人の学びの推進のためにどのような取り組みを行っているのかご紹介しますリカレント教育や学び直しの推進についての議論は人生100年時代やソサエティ5.0の到来を見据えて誰もがいくつになっても必要な能力スキルを身につけ 人生をより豊かにするための重要な手段として掲げられ政府全体で推進していくこととされていますこの議論が出てきた2017年以降文部科学省は厚生労働省や経済産業省といった関係省庁と連携しリカレント教育を推進してきましたしかし依然としてリカレント教育の推進のためには解決しなければならない課題があることも事実です大学・大学 専門学校などで学習する社会人の合計を100万人にするという政府の目標がありますが2017年時点ではまだ51万人という現状です2018年に内閣府で行った世論調査では社会人の学びにおける主な課題としてプログラムの充実、費用負担、時間の確保、情報アクセスが挙げられましたこうした課題を踏まえ 文部科学学学省ででは大学や専門学校ににおける実実践的なプログラムの充実に取り組んできました例えば放送大学のコンテンツ充実や専修学校における分野を超えたプログラム開発、また社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的プログラムを職業実践力育成プログラム BP として文部科学大臣が認定するなどの施策を展開してまいりました。 費用負担については、例えば職業実践力育成プログラム、BP の一部は厚生労働省の教育訓練給付金の対象となっており、受講費用の最大7割を上限に受講生への支援が行われています。また、対応型の奨学金も活用が可能です。時間の区面については、各プログラムにおいて、例えば週末、夜間開講や、 オンラインの活用を促すなど、社会人の受講しやすい環境の整備を行っています。社会人の学びの情報を充実し、アクセスを改善するために、本年度より社会人の大学での学びを応援するポータルサイト、マナパスの本格運用を開始しました。分野、資格、給付金や奨学金などの支援、 土日夜間開講など自分の希望に沿った条件でで座を検索できますまた、ソサイエティ5.0に必要な学び直し女性のための学び直しといった社会的にホットな話題や社会人の学びに掛け合わせた特集ページや自分の学びのロールモデルを見つける手助けになる終了性インタビューも多数載せております。まだまだだ発展途上ですが 皆また今後、さらなる課題の分析その対応策の打ち出しが重要と考えており本年度からは大学など教育機関や企業に対して調査やヒアリングを行うことによってリカレント教育の抱える課題の分析や課題を克服した好事例などについて調査・研究を行う予定です。 そして、リカレント教育の機運をこれまで以上に醸成し、その意義を普及・啓発し、社会運動にしていくことを目指し、本リカレント教育応援動画を公開することにしました。学びの重要性は痛感しているけれど、なかなか決心がつかない方、大学や専門学校での学びのイメージがわかない方など、リカレント教育に関心のある社会人の皆様が、 一歩踏み出すことができるような動画にしてまいりたいと考えています今後も随時社会人の学び応援サポーターから学び続けることについて前向きなメッセージを発信いただくとともに大学や専門学校などの具体の事例を紹介してまいりますのでどうぞ楽しみにしていてくださいそれではこの後は専門学校の事例をご紹介させていただきます引き続きご覧ください